みなさんこんにちは、だいちゃんがんばチャンネルです。今日は2015年の3弾で、この前は排出順を紹介して、今度はレア以上の紹介をします。レア以上は全部で結果的に23枚出ました。128分の23、計算すると 5.56 かける 5.56 枚、 5.5 枚で1枚レア以上が出る。はい、それで、プレミアム、プレミアムは8枚出ました。で、16枚に1枚、15枚か16枚に1枚はプレミアムが出るかなっていう確率です。で、レアアクセに関しては60枚に1枚出ればいいかなぐらいの確率です。こっちは違います。はい、では紹介します。レア以上、レア以上、まずレアです。はい、レアはこれはオーシャンヘックスワンシーショルダートップスです、うん、オーシャンヘックスコーデ、これは、揃いました。はい、これ揃いましたね。ノーマルアクセがあります。はい、それで全く揃わなかったのはこれですね。スロースノープル、なんか光ってて見えにくい、うん、ノーブルジャケット、ノーブルジャケット、うん、これだけで、はい、スカートとボトムス、はい、うん、スカートとシューズが出ませんでした。はい、出ませんでした。それと、このこれはフラウンススクススワロートトップス、ロートップス、フラウンススワロートップス、これも1枚、スカートとシューズ出ませんでした。はい、で次オーロラファンタジーのこれはこの、フラワープリンセスシューズ、プリンスショーパン、プリンスですよ、プリンスコーデ、ショーパンとシューズは揃いましたが、トップスがありません。で今度、プレミアム、しなくちゃんでビビットキス、これが、バブルスマーメイドのコーデ、コーデが、3枚と、でレアアクセが揃ってで完全に揃いました。はい、それと、あかりちゃんのサシベリーナースサンベリーナーサンベリーナブーケコーデ、コーデサンベリーナブーケコーデですね。これはシューズだけがありません。そうなんです、ここがないです。でレアアクセは出てます。それと今度は、桜色家電のキャンペーン、はい、これのプレミアムレアっていうのかな、うん、これは結果的に羽衣プリンセススカートのみで、あとそれとティアラキャンペーン、アクセですね、アクセのティアラ、これは出ましたね。はい、それとこの、チクカエメラルドトップスとスカートでシューズがありませんでした。それと今度レアですね。レアはアビサルシスターノースノースリーススノーリーススリープ、うん、ノースリープリーブリースって書いてある、うん、がコーデを揃ってあります。はい、揃いましたね、3枚。それでプレミアムレアで、2枚ほどかぶっちゃいました。えひなきちゃんのこの2枚が、はい、これと一緒で、これで、レア以上が23枚です。で残ってこれお店でもらったやつ、うん、それは先ほど紹介しました。どれのコーデですか、コーデがあります、まあ、いいや、とにかくここ105枚あります。105
5枚余っています、はい、それでこちらに23枚、いいですか。 5.5 枚に1枚は、レア以上が出るっていう確率ですね。 5.5 枚、はい、そうです。プレミアムレアは15枚か16枚に1枚の確率です。まあ、今回のそうだな、他の方の動画を見ると続けて排出だったんだけども、ゆうちゃんがやった限りでは続けて排出は少なかったです。ない、少なかった、ね、うん、期待してたんだけどそうもいかないみたいです。ちょっと難しい。そうだね。で、この先を揃えるのはなかなか難しいもんなんですよね。うん、頑張って揃えたい。まあ1段2段って揃えたんだから、3段も揃えましょう。はい、揃えましょう。頑張りましょう。頑張